はい、皆さんこんにちは。レーシングドライバーの塩津英介です。今日はね、4月の12日金曜日ということで、スーパー GT の開幕戦のね搬入日になります。今からね、今高松駅にいるんですけど、今から岡山に行きたいと思います。はい、それでは。はい、ということでサーキット到着しました。どうでしょうか。ニュースです。はい、っていう感じで今日は今搬入日なんですけど、撮影とかいろいろ行われてます。それでは次へ。はい、ということで、土曜日予選まで終了しました。Q1 は藤波選手が担当して、Q2 僕が担当したんですけど、午前中まずね、ちょっとあの内容としては厳しいというか、なんだろうな、望んでた内容ではなかったんですが、あの Q1 まず藤波選手がね、あの素晴らしいアタック決めてくださって、グループ1に通してもらって、で続いてね、あの Q2 ね、グループ1でめちゃくちゃ緊張したんですけど、あのすごいたくさんアドバイスいただいて、なんとか明日9番手からスタートすることができます。まあ、ポジションとしてもすごいいい位置からできるんで、あのしっかり、前に行けるように、前だけを見て、いいレースができるように頑張りたいと思います。はい、ということで、スーパー GT 開幕戦、終了しました。結果なんですけど、途中ね、あの6位走行中に、ちょっとね接触があって、23位かな、一応完走っていう形になりました。スタートはね、あの僕が担当させていただいて、ちょっとねタイヤも守りながらで、なおかつ抜かれるなとちょっとね難しい中でも、スタートがねちょっとウォームアップ悪い部分と、あとちょっと接触もあって抜かれちゃって、11位でのレース、あの中盤までになったんですけど、結構タイヤもセーブしながらいいペースで走ることができて、そこからね、藤波選手ちょっと後半ね、あのタイヤ無交換で結構厳しい中、途中で6位までジャンプアップして、ね、このままいけるかなっていうところでちょっと接触がありました。正直、ね、あの本当にめちゃくちゃ悔しいです。ただね、あのマザーシャーシーで、あの、今できる、ね、手札全部使ってなんとか戦えるところは見せれたと思うんで、で、やっぱりあのまた、ね、得意なサーキット、ね、鈴鹿とかありますし、全部ね、全部のコースね、あのチャンスあると思ってますので、どうにか毎戦毎戦成長していけるように、頑張りたいと思います。ということでね、あの本当にもうめちゃくちゃ悔しいんですけど、とりあえずね開幕戦、無事怪我なく終わったということで、あの次戦富士大会、この悔しさをぶつけていけるように頑張ります。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。